久保さん、山本太郎さんとバトルロワイヤルにしましょうか。バトルロワイヤルね、すごく問題になった映画ですけど、山本太郎さん出てましたよね。もうあの、ガンガンあの <laughs>、あの、殺されていくっていうね。こうすごい映画でしたよね。これはもうすごい映画、バトルロワイヤルはすごい映画だったなと思うんですよ。うーん。すごかったっすね、これは。うーん。 まあね、やっぱね、山本太郎さんね、やっぱね、うまいですよね。なんかね、この前ね、山本太郎さんが、その公演でなんか、なんだ、えっと、なんだ、なんかあの、昔やってた役をまたやるみたいな、なんだっけな。なんかね、なんだっけな。なスク、スクール、スクール、スクール、 なんか、水着、水着だったかなな、なんか、あの、元気が出るテレビのやつかなあれ。あ、め、メロンリキューあ、メロン離宮にしましょうか。メロン離宮。そう、メロン離宮が。これね、53万回再生されてますね、11ヶ月前。山本太郎さんがめ、あの、30年ぶりに登場っていうことで、あのね、やってますよ。 メロンュ宮。メロン、メロン離宮ってこれ元気が出るテレビかな多分。そう。でもね、すごいっすよ。体がキレッキレっすね。体がキレッキレっすね。これ多分元気が出るテレビっすよ、ね。多分おそらく。これ、メロン離宮は。うん。うん。あ、山本アナさん、当時16歳っすね。当時、当時16歳。若いっすね。 多分これ元気やってるって出るて、テレビたいな。はい。で、あの、メロン利休で、こう出て、キレッキレっすね。うん。これキレッキレっすね。うん、キレッキレっすね。<laughs> こんな、こんなできる政治家おらんからね。 ダンスキリキリリですね <laughs>、はい。すごいパフォーマンスがすごいですね、うんうん、やっぱこういうそのねなんか人々をこう魅了するパフォーマンスもやっぱできるしトークもやっぱもう磨きがかかってるし、うん、いや人々あの政治ってまあ僕は政治詳しくないですけども ま、一言でもう本当にざっくり一言でまとめると、政治って大衆を動かすことだと思うんですよね。大衆を。どう大衆を動かすかっていうのは政治だと思うんですよね、多分。そうじゃないですか。国民をどっちの方向性に持っていくのか、動かしていくのか。じゃあその動かす上で、どういうパフォーマンスをするのか、どういうトークをしていくのか、っていうとこじゃないですか。でも、今までの政治家の人たちっていうのは、 なんかその東大を出てねその頭がいいみたいなねそういう人たちが何だって頭が硬いみたいなねパフォーマンスができない人たちなんですよねうんだからまあ今後はやっぱ時代も変わっていくしこういうなんパフォーマンスができるだから NHK をぶっ壊すっていう立花さんもパフォーマンスじゃないですかうんだから今後はまあそういう人たちが人々をこう動かしていく そっちの方がおもろいよねとそっちに行こうっていう人たちがやっぱ増えてくるので、まあ、100年後200年後この世代間がガラッと変わった時に多分大きく変わるんじゃないかなとは思いますけどねでも今はあのハイブリッドなんで,でハイブリッドだしこっちの層のパワーが強いんですよねまだそのガチガチの感じの方がまだ強いんで でね国会議員の人もね60、70、80ここら辺の層の方がやっぱ権力強いわけじゃないですかでもこの60、70、80の人たちが引退した場合世代間結構ガラッと変わってくるのであと30年後、40年後ですかねそうするとガラッとスマホ世代のだトップがもうスマホ世代で生まれた瞬間からスマホありますよっていう世代が、えー、総理大臣とかになってくると結構多分だいぶ変わってくるとは思うんですよね。 ただ、継承はされるので、ここは難しいですよね、そのガチガチの,その,あの肩頭の、ガチガチ系の人たちが、こう、ね、そのルールというか、そういうのも作ったりとか、縛りとか、継承とかしてるので、その継承してるその天下りとか、そういうのをどうその若い人たちがこう排除していくのかっていう、ここの戦いになってくると思うんですけどね、でも、勢力的には、多分こっちは徐々に強くなってくると思いますけどね。 古い考えっていうのはやっぱ淘汰されていくだろうし。うん。だからそう、だからなんイメージとしては政治家イコール芸能人みたいなね。うん。なんかまあ、その、昔までの考え方っていうのは、芸能人が政治家になると、お前芸能人だろみたいな考え方だけど、なんかうん、政治家イコール芸能人みたいな、なんかそういう。 世代間になってくるんじゃないかな。だってそっちの方が聞いてて面白いし、そう、なんかおもろいじゃないですか。眠くなりますよね。その、頭の固い人の話を聞いてても。心動かないですよ。うん。はい。いってらっしゃい。